はい、皆さんおはようございます。おはようございます。元気かね、本当に。おはようございます。はい、ゆたはあなたを幸せにしますかの時間です。はい、今日もたくさん霊的なお話をします。幽霊の話もします。悪霊の話もします。悪魔サタンの話もします。面白いゆたはあなたを幸せにしますか。どうぞ最後までお聞きください。パーソナリティはリョウです。エミちゃんです。なっちゃんです。もうちょい前にちょっとマイクに近づいてもらえたら。生放送でこんなやるのもいないはずね。はい、ミスティさんおはようございます。朝一番の挨拶心から感謝します。感謝です。ね、来週はミスティさんがゲストだからね。いいですね。超楽しみですね。楽しみです。はい、いつもいつもありがとうございます。私たちの番組が終わりましたね。すぐミスティさんの登場ですからね。超元気なミスティさん、なんであんなに元気あるのか聞きたいね。そうですね、エネルギー。本当は私たちクリスチャンがさ、精霊に満たされて元気あるはずなのに。逆転ですね。ね、私たち元気ないね。うん、じゃなくてあるって言ってよ。自信の問題ですかね。あ、どうなんだろうね。うん、自信ないの？自信に満ちて、私ユタあんまり知らないんで。いや、ユタのことじゃなくて自分。自分自身に自信ないなって言ってるわけさ。うん、ユタじゃないから、ユタは自信ないよね。
預言者じゃないしね。えみちゃんと いつもね、これぐらいずれると面白いんじゃない？なっちゃんね、そばでケタケタ笑う。かわいそうね。私家でももうケチョンケチョンですから。家ではセラ。あ、そうね、セラ、うん、家ではあんまり喋らないの？もう主人も喋らない、私も喋らない。じゃあストレス溜まってここで喋るんだ。そうなんです。教会行ったらもう止まらんからね。止まらないですね。教務さん、私がある人の話したらね、すぐ言葉盗んでからさ、自分でペラペラペラ喋るのよ、ね、だから今日落ち込んでる。全然落ち込んだ顔してないけどね。はい、もう2月もね、いよいよ終わりですけど、2月寒かったね。そうですね、1月も寒かったね。びっくりでした ね、 ね、うん、いや 寒いと好きだけど嫌だね。うん、寒すぎると ねやっぱり何でも過ぎるとダメなんだね、うん、適度なその寒さ暑さっていうのがいいですね。だからいい加減っていうのはとってもいい言葉と思うね。確かにエミちゃん、暑さもいい加減で、寒さもいい加減で、人間性もいい加減で、いい加減で ね、 ね、超適当に生きるっていうのが楽しいかな、うん、そうですね。性格もいい加減、性格もいい加減、いい、いいじゃない。たまにはきつくなったり緩くなったり、これいい加減っていうね、うん、デタラメじゃないわけ。なっちゃんちょっとデタラメに、うちの牧師はデタラメと思ってるから厄介なんだよね。思ってないですよ、とんでもない。とんでも8分。そうよね。でもエミちゃんとさ、こんなして知り合いになって、ついにはラジオまでやるようになって、ね、すごいね。私3月いっぱいで終わりたいなと思ってるんですけど、うん、え、引退するの？はい、早いじゃないの。もう引退の時期じゃないかと思って。引退して何するの？うん、暴走します、どっかに。いや、とても私ね、この場所にふさわしくないと思ってるもんですから、うん、ちょっといじけむし、それで自信ないんだ。はい、あんな、なんか申し出ようと思ってるんです、うん、3月いっぱいで、じゃあ今日で最後？いや、3月いっぱいです。あ、3月いっぱいね。はい、交番、もっと素敵な方がね、来るといいと思います。3月いっぱいいったらもう人間も明日もどうなるかわからんからね、すぐコロッと変わって、あっち行ってたりして。違う、もうあと1年頑張るわって。だってこの番組さ、撮ったら何も残らないよ。何も残らない。すぐボケてさ、あれ私誰だったのってなっちゃう。ね、もうだんだんそういうとこ今進んでるもんですから。はい、えみちゃんが、えみちゃんいないと寂しいってよ。ミスチーさん、どなたですか？ミスチーさん。ミスチー、やっぱりそうよね。ミスチーさんとはとても仲良しだからね。大好きだもん。もうえみちゃんがいないと FM の歯潰れるかもね。責任大きいんじゃない？はい、ミスティさん、そうですよね、うん、私弟子入りさせてほしい、うん、ミスティさんの。あ、そうよね、あの元気もらいたいね、うん、そうそうそう、ね、昨日もさ、あのミスティさんの番組聞いていたら、わお、もうケタケタ笑いながら、すごいね。なんか言葉上手ですよね、ね、うん、ファッションも、いや、羨ましいと思うと同時に、やっぱり自信なくするね、ミスティさん。そうですね、ね、それだろう、きっと。うん、本当に。でもね、美人で、はい、可愛くて、はい、あ、独身かどうか分かんない、聞いたことない。なんでそこまで聞くんだ。ミスティさんがね、いつもねコメントしてくださるから、はい、私たちもやる気いっぱいで頑張りましょう。ゆたわなと幸せにしますか。最後までお聞きください、はい、幸せにしないからね。はい、一曲おかけします。お聴きください。知ってから愛さ
人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、一曲おかけしました。ベタニアチャーチの宣伝もありましたということでね、最近世の中は、最近じゃないね、もうしばらく前からね、世の中ずいぶんずいぶん進みすぎておかしくなっているというね、何でも過ぎたら、ね、良くないということの例え通りですよね。過ぎたるは及ばざることし、特に電波関係のさ、この進み方がちょっとひどいのでね、もう今日の新聞だったかな、本買う人が少なくなってる。そうですってね。ね。はい、電子辞書とかあるからかな。うん、そうそう、こういう電子辞書とかあるんでしょ。うん、読み放題とかね、うん、ありますね。ね、この本がなくなるというのはとても寂しいね。寂しいですね。牧師もとっても読書家ですよね。うん、私も文章を見てるとね、すぐ分かります。本が好きでね。うん、たくさんお読みになったんだなっていうのが。うんね、いろいろな、ね、本読みましたよ。うん、で本読むというのがね、やっぱ人生の一部でもあったね。うん、だからこの本を読まない、まあ、電子辞書、なんていうのあれにも、そのネットで読めるようになってるんでしょ。こういった iPad とか、 iPad とかね、そういうもので読めるようになっていて、まあ、読む人が少なくなってるのとも思うね。うんうん、あると思います。大学生の データを見ると、まあ、本読むという人がどんどん少なくなっているんだそうです。うんうん、本
というよりもそういう iPad とかそういう中にネットの中に入っているものも含めてね、うん、はいはい、読むのが少ないという、うん、で時間がないんだそうですけれども、うん、時間をね変なところに取られちゃっているんでしょ。そうですね、確かにあるでしょう ね、SNS というのなんていうのあれ、うん、SNS SNS よね、うん、いっぱいありますね。いっぱいあるんでしょ、うん、分かりません。昨日今日の新聞でもそうじゃない、大阪の方で女性の方が首切られたとか、よく行きますね、うん、ね、ああいうふうに大々的にね殺されたあれが放送されるのに、うん、また呼ばれたら行くんですね。あ、やっぱり沖縄でいうマヤーサットン、あ、当たりよね、うん、マヤーされる、マヤーサってあれマヤーサットンっていうさんね、うん、沖縄の惑わされてるというんでしょ、この言葉ぴったりですね、うん、だからああいう SNS を通じて何だか知り合ったとかさ、あ、そうですね、そういうことなんでしょ。見知らぬ男性とかよく、まあ1対1で ね、絶対私には考えられない。だけど昔の人では考えられないけど、今の人たちでは考えられる、ね、うん、言って当たり前よみたいになってるんじゃないかねって思うね。だからさ、この今の世の中が進みすぎて人間の脳がねだん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 おかしくなっていっているというのがある。でいじめも、うん、減らないでしょ。そうですね、増える一方だもんね。なんであんなにさ啓蒙活動やってもいじめが減らないのって、みんなが一生懸命、学校の先生方も一生懸命、家族も一生懸命このいじめをなくそうとやっても増える一方、なんでねって言いたいじゃん。聖書にある通り、うん、サタンもものすごく動いてる。そうよね、ざわめいてる、うん、それを分かるのはクリスチャンだけですよね。だからね、ですからそのことを早く皆さんにね、サタンに気をつけてって、このサタンが何たるかっていうのを知らないから、教会の責任だよ ね、教会していながら言わないから、私たちの責任じゃないかなと、うん、つくづく思いますね。そうで、エミちゃん特に責任大きいのよ、クリスチャン長いからそうですね、私も短い、なっちゃんも短い、短くないと、ごめんなさい、そう、ね、本当教会の責任って重大よ ね、 本当ですね、私も本当真剣にそう思う、人事ではないですね、うん、教会というイメージをさ、なんだか変えちゃったっていうのかね、本来の教会の姿、聖書でいう教会の姿を人間が変えちゃった、あるいは牧師たちが変えちゃったんじゃないか ね、はい、うん、ね、それと私が感じること言っていいですか、うんうん、主人の兄弟ね、みんなリッチなんですよ。あ、はいはい、そして、はい、うん、子供たちもリッチ、うん、孫たちもすべて我が家より素晴らしい、うん、あんた教会ってどうなのって言われた時に、うん、うちの子供たちとあちらと比較すると、うん、みんな劣るのね、うん、みんな持ち家持ってる、うん、うちだけが借家、うん、っていうふうにね、どういうふうにしてイエス様を信じて私がこうなった、うん、私を見てごらんって、うん、何で言おうかっていうことがあるんですよ、うん、ただうちの兄弟たちは自分の弟が倒れてるんで世話見てくれてありがとう、クリスチャンだからよねっていう、このお、これすごいじゃないんだって、これでいいんですかね、クリスチャンだからよという、うん、これでいいんでしょうかね、これいいと思うよ、うん、ね、うんうん、実際クリスチャンだからやるということ多いじゃない、三十何年間見てますよね、うん、そうそうそう、でだん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 私が白髪もいっぱいになっても、うん、いつも踊ったり笑ったり転げたりしてるんで、愛子の人おかしいと思いながらもあなたのおかげよねって言われるたびにね、そうかなと思ったり、エミちゃんのすごさをね、エミちゃんの裏方見ると、要するに家庭とかね、この裏見るとね、本当によくやってるなって思う、もう本当にそう思う、それでこの笑顔でしょ、うん、で背筋もピンとね、うん、苦労してる人ちょっと、もうあんた苦労してるから背中曲がったねって言われるじゃん、うん、顔もね、うん、いつもね笑ってる、エミちゃんは、ね、そうじゃない、だからその笑顔が、うん、あ、お金がなくても能力がなくてもめっちゃありそうに見えますけど
不思議ですね。不思議ですね。私ね、とてもお金持ちに見えるんですって。見えるよ。そして学校の先生に見えるんですって。何これと思って、みんなエスさんのおかげです。ということは、華やかなイメージが。昔私こんなだったんです。喋らない、笑わない。そういう私を知らない方が多いのかな。逃げてたから。だってなかなか裏方わからないでしょ、見せてなかったんでしょうね。言わないしね、またね。うん、初めて聞いた。うん、いや、私の証聞いたら涙ですよ。だけど分からんよ、本当金持ちかもしれない。かもしれない。いや、天国にいたから積んでますから、あそこにいっぱいあります。それは認めるよ。はい、天国の通帳でもね、いっぱいだはずよ。そうですね。だって金持ちに見えるさ。そうですって。そうだと思います。お金借りに来るんですよ、私。あらまあと。人生楽しく生きてるでしょ。うん、でそう見える。そう、裏方分かる人がだったらさ、やっぱりクリスチャンってすごいんだねって言ってると思うよ。うん、ね。だってお金があってもさ。こういう人も見たくないじゃん。もう施設に入れれでしょ、うん、こういうね、お金払えばいいさってなっちゃうじゃん、うん、でもエミちゃんそうじゃないし、うん、長い間連れ添った相方ね、うん、心を込めて看病してるじゃん、うん、罵られながらもうんとか言って、でも楽しそうにしてるからすごいと思う。それはいいけど、何の話だっけ、うん、だっけ私が喋るといつもどこに行っちゃうんですよね。教会のさ、本来の姿に戻らんといかんよということよね。これエミちゃんがいつも言うじゃん。彼忘れてた。というのはさ、教会の本来の姿、ずっと、ま、頭ちょっと巻き戻してよ、最初の 10,、はい、10分ぐらい前に、はい、世の中進みすぎて、ね、その心がだんだん優しさとかさ、はい、聖書が言う愛とかが薄れていってるじゃない、はい、自分だけ、ね、閉じ込まる世界、閉じこもっても大丈夫な世界が今作られていってるんでしょ。そうですよね。さっき言ったみたいに、特に SNS、うん、そういった電波を通し、こんな機械とか通して話するっていうのが多くなって、うん、言葉っていうコミュニケーションがほぼなくなっているだよね、うん、そう、その言葉よね、うん、言葉というとても大切なものがさ、だんだん失われていっている。しかもそれが自然にね、パソコンか何か、うん、このネットみたいなものにずっとはまっちゃってね、そういうものと一緒に生きていけるじゃん。食事しながらでもネット見て、ゲームしながらとか、で面白いのがたくさんあるじゃない、またそのネットの中に、もうこの SNS の世界というの、だから、そうですね、人間の心が悪くなっていく、それがよくエミちゃんが言うね、この悪魔サタンという悪い霊、うん、そこにも支配されていくということになってるんでしょ、うん、入り込みやすいですね、うん、だからそういう霊的なものをね、本当に霊的なものというのね、あるいは幽霊の正体とかさ、うん、霊的パワースポットというところが本当にいいところなのか悪いところなのか分かってるのはクリスチャンだけよね。そうですね、うん、それは間違いないですね。そう、これだけはもう絶対言えるんだけど、うん、ところが教会がさ、これをなかなか言わない。言わないですね。ね、それが大きなね、今問題じゃないかなって思う、うん、責任ですね。そう、だって占いも言い悪いは別として占いをする好きな人って多いんでしょ。はい、ね、まあ、なっちゃんもそれにハマっていたと思うんだけど、はい、ね、興味がある。でもその興味が恐ろしいものに直結していくというのは分からないじゃない。うん、もちろん分からない。分からないよね、うん、だから それを教えるのが本当はね、教会なんだはずだけど、うん、ね、私の責任大きいんじゃない。大きいですね、うん、エミちゃんの責任大きいよというわけさ。本当、僕の間で先に20年先にクリスチャンだったんだけど、ね、ということなんだけど、聖書でもね、こういうのが書いてあるけど、ちょっとなっちゃん大きい声で読んでみて。
10章の17から19、うん、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。アーメン。ここに書いてあるよね、悪霊とあの悪魔サタンのことがね。悪魔サタンというのは親分で、悪霊は子分たち、うん、ということでね、実際あの心この地球でうろちょろうろちょろしてね、あの悪霊、好きな人たちを探してる探してる、ね、それは悪霊の仕事なんだけど、霊的パワースポットなんかね、もう悪霊が待ち構えている、いるさね。だからそういうところ行かんでというわけよね。で、まあ、この聖書の箇所はあの悪霊のこと、サタン悪魔のことをよく理解できるのがクリスチャン、うん、実際にこういうものは存在してるさね。アメン、うん、だからそういうものに支配されると私たちはまず、ね、嫌なことを考えるようになるでしょ、うん、悪いことを考えるのが先よね、うん、そしてこういう病気と言われているものはほぼ治せないでしょ、病院で。その悪霊に、こうなんて支配されてるというのかな、悪霊によって起こされてる病気が霊的なものよね。そうですね、ほとんど、アメン。例えばうつとかもそうだし、はいはい、ね、不眠症もそうだし、はい、悪い夢もそうだし、うん、で幽霊よく見るのもそうだし、うん、霊的なものを見るのもそうだしね、統合失調症もそうでしょ、うん、だからこういう霊的なものを治らないじゃない、うん、医者に行っても治せないし、うん、病院行っても治らない、うん、入院しても治らない、うん、そうですね、ね、うん、だから長期入院って多いでしょ。多いですね、うん、でそういう霊的な病気というものを、ね、知ってなおかつ治せるのが教会なんだよ、ね、教会ですね。ところが教会その働きしないんだね、うん、まあ、あの全然しないわけじゃないので、いくつかはやるよね、私たちみたいな教会とね、いくつかはやるんだけど、だけど本当にこの霊的なもので苦しんでる人ってのは非常に多い、うん、ね、あとはどうなるかというとほとんど薬漬け、うん、ただ暴れないようにといって薬飲まされていくね、うんうん、この聖書の箇所を見て、私たちクリスチャンにイエス・キリストが権威を与えた、悪霊を追い出す権威をね、与えているから、私たちはこの悪霊を追い出すことができるということなんですよね。でそれをね使って、このまあ特にね不眠症なんかもそうだけど、大きいの現実的に大きいのが耳鳴りなんかもそうでしょ。耳鳴りも病院行って治らんでしょ。もう絶対年だからダメって言われました。そうよね、はい、そう、だから治らないんだよね。耳鳴りが ひどくなると大変よね。だからそういうものもね、霊的な問題だから、こういうものもね治せるのが本当は教会なんですよね。だからね、私たちがなぜこういう番組をやっているかというとね、沖縄の文化と言われているものがほとんどユタに支配されているんでしょ。アメン、はい、あの実際の生活の中からもユタにね、うん、こう関係しているよね、うん、はい、それがじゃあ本当にユタの、ね、力によって私たちが治る、こういうあの病気が治ったり人生が幸せになったりするかというとそうじゃない、うん、それを知ってほしいなって思うわけよね。アメン。だから私たちの教会、まあ、ベタニアチャーチという教会では金曜日ね、この悪霊追い出し病気の癒しの集会やってるでしょ、教会でね、はい、うんうん、参加したことある？もちろんじゃない、もちろんあるじゃない。この先週の金曜日もね、先週の金曜日ったらいつだっけ、
金曜日も、はい、そういうのをあのやってね、やっぱ手を置いて祈ると出ていくじゃん、ね、出ていく現象っていうのも大体似てるんでしょ、うん、おほおほして咳が出て、うんね、で吐いたりするっていう、中にあるものを出すという、うん、そういうこと、そういう、ね、祈りができるパワー、霊的なパワー、力がある。これはもちろん私たちがやるとイエス・キリストが働いてね、こういうふうに悪霊を追い出すんだけれども、そういうものをやっているからね、まあ、不眠症、統合失調症等々霊的な問題を抱えている方はね、ぜひ来てほしいね。はい、本当に、ね、本当に思いますね。なっちゃんなんか手を置くと分かるもんだって。では相手に手を置くと、あ、この人はってね、前はねよくやってたんだけど、お腹によく手を置くのよね。ああの寝てもらってお腹手を置いて動くのよ。あそう、結局逃げ回るって言うんだけどね、だから大体はもうお腹に手を置く、頭に手を置いてね祈るんだけど、うん、その時にやっぱり悪い霊はあの追い出されるのが嫌がるから動いていくということになるね、うん、だからやっぱりね、教会というのは聖書の言う通り悪霊がね服従すると、私たちにそういうふうに言ってるよね。悪霊どもでさえ服従しますって。悪霊から来る病気がとても多いもんだからね、うん、ぜひねそれを理解してほしいなって思う、うん、そしてこういう霊的な病気をね、治せるのが教会だけなんだっていうこともね、うん、ぜひ分かってほしいなって思うよね、はい、で聖書が私たちクリスチャンのねもう基本的な、ね、教え、基本的な基礎的な教え、なんだけど、それには信じる者に伴う印があるって言ってるじゃない。アメン、ね、信じる者には、イエス・キリストを信じる者には、ね、悪霊を追い出すことができる、病気も癒すことができるって約束されているからね、まあ、そういうものを全ての教会がやりだすと沖縄は霊的な病気がなくなるだろうね。ね、えみちゃん、まずはあれですね、今こちらではユタを問題にしてるけど、うん、クリスチャン同胞にも呼びかけて手を組もうよっていう時代かもしれませんね。そうそうそう、ね、あまりにもあのそういう霊的な病気の人多いじゃないですか、うん、多いです ね、 ね、うん、一家に2人3名抱えてる方がおいでになるから、うん、あのユタに聞いてみたらいいと思うよね。ユタにあの行く人たちはキリスト、イエス・キリストってどういうお方ですかって、うん、そしたら正確に教えてくれるよね、うん、私の場合はもう本当にユタから教えられたんだから、ね、キリストの神様が一番大きい神様だよ、全宇宙でね一番大きい神様って、そのキリストの神様が一番上にいて、それから神々がいるよって教えられたよ、ユタから。あ、思い出しました。私の友達の知り合いの男性ユタでしたけど、うん、聖書を持ってました、はいね、はい、だから聖書もどれだけ権威があるかユタはよく知ってる、うんうんうん、ね、でこの聖書に出てくるやり方というのもあって、そういうやり方をまたユタも真似ているじゃないかもしれませんね。ね、うん、そっくりなところあるよ ね、うん、ね、だから皆さんにねお願いしたいというのはね、沖縄は日本はね本当に、ね、霊的な問題で苦しんでいる人が非常に多いんですね、うん、そのためにもね、聖書を読んでほしいし、またキリストの教会というものをね、まあ、見直してほしいなって思う ね、 うね、うん、ちょっと 見方を変えてさ、あ、教会ってこういうところなんだっていうこともね、うん、このラジオを聞いた人は、ね、知ってほしいなって思う、ね、そうですね、アーメンです、うん、ユタはあなたを幸せにしますか、疑問符ですよ。いはい、一曲おかけします。
喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、ゆたはあなたを幸せにしますか。はい、今日も元気よく私たちおしゃべりしてますけれども、例の話をしてます。ミスチーさん、ありがとうございます。エミちゃん、褒めてくださって感謝します。ミスチーさんはもういつでも私だけどね、たまには私もとなっちゃんも褒めてほしいね。ちょっと妬みが入ったね。あ、そうですか。なんでやねんさん、なんで
なんでやなんでやなんでやんさん、ありがとうございます。イエスの形をした霊が雲、あ、雲霊がすいません、中学しか出てないんで雲が流れてるとこを見ました。あ、すごいね、なんでやんさん、もしかすると兄弟姉妹クリスチャン違うのかな。あ、本土の方ですね多分。あ、那覇に行った時ユタに会えばよかった。あ、ですね、ユタにお会いして、ちょっとユタというのがね、どういう働きをするかというのもね、体験するのもいいかもしれないね。うんうん、本当よ、ね、私昔ね、あの占い 一度だけ国際通りでね、はい、やったことあるんだけど、うん、その時あのからかい半分でやったら、その人にえらい怒られたってね、うん、その若い女性でしたけど、大したもんだ、ね、うん、すぐ言われましたよ、あんた見ないって、あんた私あの真剣に聞きなさいってとか言われたかな。もちろんそうだったけどね、うん、いや、まあ、そう言われるかもしれんね、ユタを試しに行ったりしたらね。ねえ、うん、はい、本当にありがとうございます。ぜひね、知ってほしいのは、あの医者がも病院がも治せない病気がたくさんあるということ、特に霊的な、ね、うん、ものは残念ながら治せません、うん、そして、その霊的なものをね、本当に正しく取り扱えるのが教会であるということをね、知ってほしいなと思うんですけれども、あのこのネットにね、ネットにあるのを探してみたら、セーファーウタキというのね、沖縄で非常に有名な霊的なパワースポットがあるんだよね、はい、南城市にね、うん、あのもう観光名所になってましてですね、観光バスが、ね、駐車できるようなスペースまで作っているんだけど、あの南城市の皆さんね、非常に申し訳ないんだけど、私たちは行くなって言ってるわけよあのこのネットにもね、セファウタキに行った方の体験談があるわけよ、うん、ね、でここで3つのことがね、人気だそうです。心霊写真が撮れる、ね、幽霊の写真が撮れる、うん、で夜になると幽霊が現れる、うん、ね、防空頭巾をかぶった女性が現れる、この3つのことがね、有名だそうですけれども、ある人が体験したら、向こうに行って頭痛がひどくなったって、ね、頭が痛くなった、それがもう続いた続いた、で姉妹には講じてね、飛び降りようって、飛び降りたら楽になるよとかね、そういうところまで、発展していったんだそうです。飛び降りるというのは、あの自殺行為、そうそう、自殺行為のね、うん、高いところから飛び降りるという、うん、だから恐ろしいところなんだよね、うん、納得です ね、 ね、うん、そうなるのが、そういうのは、うん、皆さんも体験してるじゃない、ね、うん、あの私がね、 ある姉妹の証を聞いた時に、非常に悩んでいる時にね、まあ、ビジネスやってる方ですよ、その方が悩んでる時に、まあ、ホテルにビジネスするから泊まりに行くじゃん、ね、取引とかあってね、大阪とか東京飛び回ってる方でしたけれども、うん、もうちょっと疲れた時にね、声が聞こえたんで、だって楽になるよって、うん、って言って、飛び降りてごらんって、このホテルの上からよ、はい、飛び降りてごらん、楽になるよって聞こえたってね、うん、そして、あ、そうなんだ、楽になるんだって、うん、思ったってよ、で窓のところまで行って、ね、飛び降りようとしたんだって、ね、幸いにしてその飛び降りなかったけれども、ね、あ、自殺する人たち、この声にね、その導かれるんだなというのをね、彼女は分かったんだね、思いとか、そうそう、そういう思いが来るでしょ、もう苦しいとさ、やっぱ誰だってもうこの人生嫌だなって思う時あるじゃない、飛び降りようかってね、自殺したいなっていうのがある。だからその人ね、言ってましたよ、まあ今クリスチャンだけどね、
だから私たちが、7年前に自殺予防の、ね、この働きを始めた時にそういう話を聞きましたよ、だからこのセーファーウタキに行った人もねそういう体験をしたんだって、高いところから飛び降りたらいいよって、だから霊的な問題というのは非常に怖いんですよね。怖いですね、リストカットとかもそうでしょ、まあね、私たちもよくそういう方々取り扱うって大変ねカウンセリングするんだけどね、祈ったりもするんだけど、ね、自分の体を傷つける、傷つけたくなくても傷つける中にいるものが傷つけろってね、そうきれいきれいとか言うんだって、だから霊的な問題というのは非常に怖いものですよね。怖いですね、まあ、エミちゃんも体験したし、あのなっちゃんも体験した、まあ、実際に体験してるからそれ強いんだね、よくわかるんだよね、もう頭の問題じゃないでしょ、知識の問題じゃないじゃないですか。そうですね、今はお二人ともクリスチャンになってさ、そういう霊的な問題がよくわかるから楽しいクリスチャン実践を送ってるじゃん、ね、悪霊も追い出せるし、その悪霊に命令もできるし、ね、人も助けることができるし、ね、最近面白い体験したことない？エミちゃん。いや私ね、この間友達に報告受けたんですよ、長男が、もうそれこそ大変な人生を送ってるんですね、病院に入ると40錠薬飲まされるんです。で病院でも暴れる、医者がどうしようもない。で彼女は親戚の紹介で教会に来るようになって、息子がどん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 変わって、今この間電話で話したら、ハレルヤ美容室の山城さんでしょっていう返事が来たんですよ。まああなた元気になったのねって言ったけど、やっぱり風呂場でリストカット、それからあの仏壇に誰かが親戚が亡くなったからって仏壇に行った時に爆発する。ああそうなんだよね。あの、それと、もうあのユタがちょっとお家訪ねてきただけで爆発する、であの敏感なのね、そういう方々っていうのは、霊的にね、それで母親がものすごく悩んで、もう彼女の熱心さはね、読谷からもうバーッと車で来て、あの息子のために活動するんですね、もう本当に元教師ですけど、あの活動家で、この息子が私の名前を言うほどに変わってきました。20年かかりました。でもお母さんの愛情ですよ、もうキリストにドボーンと飛び込んで、教会にドボーンと飛び込んで、息子を救うことができました、という報告だよね。そういうね、あの息子さんたちと家族いる方はね、その気づく人がね、ぜひ自分はキリスト教嫌いだと言ってもね、そういう家族の人を救うために来てほしいね、連れてきてほしいよ ね今ね、その読みたいの方みたいにさ、だってもう治らないの、病院に行ってもね。ですからもう病院で暴れて、私の父などはどこに打ったか分かりませんけど、あの注射打たれたって言って苦しかったって言ってましたよ。あれ脳に打つのかどこに打つのか分かりませんけどあれはきついんだよねって父が言ってました、まさか脳には打たんはずだけど ねどこに打つんだろうと思って。なっちゃんは最近悪い夢見ないの？見ないでしょ。でもそういったね、苦しい人、自分も昔ね、気持ちがね、自殺したいって、死にたいなっていうような、やっぱ自殺したいって思ってた。もうちょっとこの別れた、離婚した後に、昼夜もうアホみたいに働いて、疲れてる時、もう何もかも疲れて、バカバカみたいにね、もう部屋も何もない状態で、ね、パンパス買うお金も大変っていう、そこまでギリギリの生活で、苦しい時にふってなんかもうね、こっから飛び降りたら楽になるんじゃないかみたいな、やっぱそう思いが来た。思いが来ましたよ。でもパッて飾られてる写真を見て、子供の赤ちゃんの写真を見て、自分がいなくなったらダメだみたいな踏みとどまったのを思い出しました、さっき聞いて。今は全く思わないですけれど、
今はね、うん、まあ生活そんなに楽ではないけどね、うん、確かに今はそういう思いは全然ないんだ。ないですね、うん、だからね、やっぱり教会へ来たら人間変わるんだよな。これが、うん、これが一番ですよ、うん、本当の神様が知らない時だったので、その時が、うん、今はいるって分かっているから、うん、よりどころっていうか、あの祈ったら聞かれるっていうことを知るっていうのはすごい大きいですよね、うん、そうだよね、うん、やっぱりあの苦しくなるとそうなんだろうね、もう何のために生きてるんだろうとか、うん、そう考える、うん、そういう思いが来ると、あの悪霊サタンの思うツボだよね。そうですね、うんうん、そこで、もう導かれていて飛び降りてごらんって、うんうん、あると思います ね、 ね、うん、まあ、何かの拍子でさ、その気づかされるというのも大事ね、うん、だから今なっちゃんが言ったようにさ、ある面あの家族の写真を持ち歩くというのも大事よね。いいですね、うん、子供の写真を持って歩くというのはさ、何か苦しくなった時見てさ、うん、あ、この子のために生きないといけないとかさ、うん、そういうのはあるじゃん。そうですね、うん、まあ、私はずっとね、あの自分の家族の写真持ってますけどね、集合写真みんな小さく財布の中に入れてね、うん、だからそういうふうにね、あのやっぱ家族というのはとても大事だからね、うん、はい、そういうのを持ち歩く、うん、癖つけたらいいね、苦しくなったらさ、うん、まあ、特に子供でしょ。そうです ね、 ね、子供のためには生きないといけないというのはあるよね、うんうん、あるいは、まあ、あの家族のためにもさ、お父さんお母さんの悲しませたらダメだ、うん、お父さんお母さんより先死んではダメだって言ってね、うん、その顔を見て写真を見てさ、やっぱ頑張ろうとか、うん、あ、生きようとか、うん、そういうもので気づくと思うよ。まあ皆さんね、ユタはあなたを幸せにしますかですけれどもね、ユタに行っても問題解決されません。逆にね、霊的には悪くなってくるんですよ、ね、だからあの財産を失っていく、いくらお金使っても治らない、治らないのを見ながら体験しながらずっとね、借金してまでもあのユタのところ行くんでしょ、うん、だからそういうところにね、なかなか気づかさないようにするのもまたね、まあ、悪霊たちのね働きであります、うん、はい、世の中にはね悪い霊がいます。もちろん清い霊、聖霊もいますね。ぜひ聖霊のところにね来てほしいなと思います。はい、アメン。ねえ、エミちゃん、アメン。はい、ユタはあなたを幸せにしますか。皆さんね、もし霊的な問題がありましたら、ぜひね相談に来てください。沖縄ベテネチャーチで相談に乗ります。あの不眠症ね、統合失調症、はい、悪い夢ばっかり見る人、引きこもり、うつの方々がいましたらね、ぜひご相談に来てください。電話でもいいです。はい、今日も本当にね、ユタはあなたを幸せにしますかを聞いてくださってありがとうございます。今日もね、素晴らしい良い一日でありますように。自己事件災いから守られますように、イエス・キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。またね、来週お会いします。本当に今日はありがとうございました。